ベルコ神戸スティーラーズ対埼玉パナソニックワイルドナイツの一戦です。ラバトゥブはフェーズが10を超えてきましたが、もう一度動かしながら絡みに行きますが、バルアサイリアイ、松岡センター、山下博士急遽今日3番に入ってます。サイズを変えた勇気を、そして木下が先制トライです。最後は6番の天松彩巻、今シーズン3トライです。大丈夫か、そしてここはワイルドナイツボールに変わります。ペナルティはスティーラーズ、距離は出ましたよ、素晴らしい、決まった、 100% 変わらずペナルティーボール成功、5対3、出たラットラン、まだアドバンテージがありましたので、もっとロールアドバンテージがワイルドナイツ最後までもつれそうな気がしますけどね。3点を加えます、スティーラーズ成功です。でワイルドナイツがマークアボット、ワイルドナイツボールです。ナンバーワン、これまた成功、今日2本とも成功、2点差に変わっています、8対6、アムサレアダブルタック、ここはボール取りましょう、サカテ頑張った、ナイスプレーですね、サカテ、さあここから1人来たが、マルコ・コロンベテ発せるか、ボールを取ります、残り5分に失敗はスティーラーのその位置、またボール取り返した後、ナトランドキックを取った、ここに入った、無事に入った、バンテージ、アドバンテージがあります、スティーラーのアドバンテージ、成功、また3点を追加します、スティーラーズ11対6、キープからのアタックです、そして出てきませんでした、ボールターバー、トータル80分というところですから、そこに戻ってボールが取りました、ワイルドナイツ、アドバンテージがまたあります、トータルがありました、スティーラーズキックを使った、ヤバサッコでちょっと上がってきますか、出ます、今度は成功、今日もペナルティーボールは3本蹴って3本ともに成功という松田力也、ラインアウトを取った、手前選手に勝ってきた、ここで松岡健太、松岡インボール、このようにかどうだ、選手の体が入ってますね、まだ手前か、グラウンディングシャットはできませんでした、まずはサブヤー押し込んだ、ところが仕掛けた、反応しました、落ちた、追いかけて日野さんも落ちて、ここまで来た、大阪勝った、またボールがこぼれて、まさに左足、すごい腕の投手です、すごい活性ですね、またサイドを変えて、中越しゃ、
ラインアウト、奥はボールを取ったバントがキープ。ここからメーターの中、アディサベア。レタリック。サイドを変えた。見ました。プレーです。ボールを置いてます。中島石レギ入ったばかり。激しく来てます。クレイグミラー。クリア。チーム伸ばしたがどうだ。アドバンテージを持っていますスティーラーズにアドバンテージリターンした完璧だ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 完璧です山田さんタクは後半途中から入ってますが短いキックは入りそう蹴ったぞまたもう一度キックそこから上がってもダナンと抜け出したこの最後蹴らしたのは松永でしたねボリューム入れてダナンとトランプ回りからディアナンでリトルが変わりましたああこちょっと来た今シーズン初スタメンオブシー付きのトライついに飽きましたねバイバイしました。ボールを作って持ち出した堀江リターンしてあった。佐藤止めてます。もう一度入って前川松沢佐藤クロード呼び方付近です。小山この佐々木で伸ばせませんでした。選手が呼んでますが山沢拓也また一度入ったのがラインアウト安定しますがここを取ったもう競りませんでしたスイヤーズマッチマネージャーから記念品のキャップが贈られました。